ルフ CTR3CTR3 はドイツのルフオートモービルが独自に開発したスポーツカーである。ルフが今までに開発してきた CTRCTR2 に次ぐスポーツカー。CTR 発売から20年目を迎える2007年4月に新しいルフ工場があるバーレーンの先入るのバーレーンインターナショナルサーキットにて披露された。一見すると彼ら GT ベースに見えるが、 ベースとなっているのは、ポルシェ997。だがコストを抑えるために部品を一部使用するに止まり、ミッドシップエンジンレイアウトを取るなど、シャシー車体は、ルフオリジナルである。ボディサイズは911より、全幅が増加したのを除けばやや小さくなった。さらに車体に合わせて、横置きのギアボックスが新設計され、リアバルクヘッド工法には、 ミッションとサスペンションを支えるスペースフレームが追加されている。エンジンエンジンは911に搭載されている3.8リットル水平対向エンジンとは異なり、独自に開発された3.8リットルの水平対向、6気筒エンジンにインタークーラー付けツインターボを搭載。七百 p s 七千 r p m 百九十 n m 四千 r p m を発生し、 最高速度時速 380km、0時速 100km 加速3.2秒と、ポルシェカレラ GT の 612PS、0時速 100km 加速3.9秒を大きく上回る、高性能を発揮する。2011年に改良され、最高出力 750PS、7100rpm、最高速度時速 380km となった。 2013年に行われたマイナーチェンジで主要コンポーネントの流用元が997型911から991型911に切り替えられた。日本でも RTC によって販売が行われている。ありがとうございます。